ドラゴンクエスト8、空と海と大地と呪われし姫君、続きやっていきたいと思います。コメント2ついきます。安堀さんかなのコメントです。ウポツです。ベルカナックのすぐ南東にあるあの場所のイベントストーリー関係ありませんが、ぜひお願いしますというコメントいただきました。申し訳ない。そこのコメントじゃなくて、そこのイベントが、キラーパンサーが乗れるようになるイベントなんですよね。ここは動画にはしませんでした。申し訳ないです。もし、気になる方はですね、ぜひこの 3DS 版ドラクエ買っていただいて、ご自分でプレイしてみてください。もう一ついきます。大祭さん、最大さんからのコメントです。ポッツです。今の装備はレベル等を動画の最初に見せてもらえると嬉しいですというコメントいただきました。前回のドラクエやった時もね、そういうコメント来てたんですよね。ということでね、ちょくちょくですけどね、お見せしていきたいかなと思います。今はこんな感じですね。できる限りの、あれをしています。錬金をした上で、やってます。この猛牛のヘルムがここに来た時点で買えるのかな。グレートヘルムと、なんだったかな。グレートヘルムとなんかで作れます。なんだったかな。で、あと、デーモスピア作りました。悪魔の尻尾、バトルフォーク、あとなんだっけな。出てきます。何か出てきます。あとは、そうですね。あ、そう。ジェシカにはぐれメタの鎧をつけました。カジノ景品使わないつもりでいたんですけど、ちょっとね、レベルが低いんですよ。現状。この後ね、ボス戦が迫ってるんですけど、多分このレベルだと相当苦戦するんですね。で、防御力が圧倒的に低かったジェシカ。一人だけね、みんな200近いんだけど、一人だけ120くらいだったから、無理やりはぐれメタルの鎧で、超尻を合わせました。で、そうですね、ゲルダはもともと鉄の扇をつけてるんだけど、クジャクの扇に無理やり、錬金してつけて、氷の盾も無理やりつけて、錬金でって感じですかね。で、ククールの持ってたダンシングメイルを、ゲルダにつけてるんだけど、ボス戦はゲルダとククール切り替えるかもしんない。今回のボス戦はね、総力戦でいかないとちょっと勝てないですね。強いって知ってるんで、ちょっときついと思います。はい、多分切り替えると思う。今だけゼルダじゃねえや、ゲルダ使うけど、あ、来てた、どこ行った、影どこ行った、影が消えた、うわ、あ、いた、これ追ってか、う、消えただと、あれ、これを追ってかなきゃいけない仕様なんですよね。ここはレティスの宿り木っていうとこなんですけど。影消えたよね。ふわっと消えたよね。あ、なんか、キメラたちが住んでそうな。キメラアントが住んでそうな。違うか。あれはなんだっけ、ハンターのあやつらが住んでたな。DD だっけ ?D2 だっけを作ってた。あいつらの組織は何だったっけな、ネオグリーンライフ NGL か ?NGL だ。NGL の奴らが住んでそうな。なんか、巣みたいなやつがありますけど。多分あそこに行くんだよな。その前にね、レティスを追って、その時空の裂け目っていうやつに入らなきゃいけないんですよ。レティスパイセンが、これあれかな、夜だと出ないかもしんないわ。ちょっと寝ます。ぐだったんだよね。PS2 版でここ実況してた時もかなりぐだって、すげえ怒られたわ、コメントで。覚えてる。ちゃんと影追えよ、みたいなね。で、面白いのが、その、動画のコメント来たのが、その上げてた当時じゃなくて、撮影して2年後とか3年後とか、アップロードして2年後、3年後とかの話だから、それがまた面白いっていうね。おーって感じですよね。すまんっていうコメント返信を今更しても仕方ねえしな、みたいな。そういうコメント来ると結構笑っちゃうんですよね。お手上げってやつですね。よし。じゃあ朝になったんで、これ朝とか夜もしかしたら関係なかったかもしれないですけどね。ただ夜だと影ってできなくねとは思った。月の光で影はできるだろうけど、どうなんだろうな。まあ、とにかく、朝なんで。だからあれ消えたのはなんでなんだろうね。PS 版は消えなかったはずなんだよね。そこはちょっとなって感じなんだけど、怖いんだけれども。確かこの辺にありましたね。
大丈夫かな。こいつ絶対強いわ。やばいな、本当に強そうな、もうダイナソーだらけで困るわ。お、追いまーす。あ、やっぱ多分時間帯だな、急に消えたのは。その時間帯なんだ、この影は。じゃあ追ってきますか。確かね、このレティスの影ぐるっぐる回るんだよね。あ、これやばいかもしんないな。忍び走り。うん、オッケー、気配を消したぞ。忍び走りっていう、もうその言い方が気配消しきれてないか満載なところは突っ込まないでいただきたい。うわ、焦った今のは。今日あれ、ドラクエってホラーゲーだったっけ。あか、逃げれません。あ、でもやっぱ防具ちょっと強めたから、お尻、あ、結構、うん、火ダメ抑えられてますね。四五十いってたからね。これどうなる？影。あ、よかった。消えてない。助かる。ちょっと上目で、行かないと、敵に被弾しちゃう。結構ね、ぐるっぐる回らされるんだよ、この、大地レティシアを。レティシアの大地をね、ぐるっぐる回らされるんですよね。そんなにさ、描かなくてもいいよね、円ぐらいね。描かなくていいよねっていうくらいくるくる回らされるんでね、たまったもんじゃないんですけど、これは実況者殺しですよ。まあそこを想定して作ってないからね、あれなんですけど。ヘルコンドル色違い。お、綺麗な泉が見えてきましたね。ここら辺の宝箱は裏で回収ですね。そろそろ時空の裂け目つけるんじゃなかったな。確かね、うん、近い。確か近い。自分の記憶が正しければ。このマップの左端の方に、確かね、裂け目ができるんじゃなかったかな。あ、違ったっけな。この確か毒の中突っ切っていったような記憶あるんだけど、どうだったっけ、なかったっけ。いや、むしろこの毒沼の中じゃなかったかな。一応忍び橋使っとくか。あー、毒の中説ワンチャンあるな。これ毒の中入るのやだな。貧乏症だからさ、こういうちょっとしたダメージ大嫌いなんですよね。マグマとかさ、ダメージの床とかほんと嫌いなんですよね。やっぱ突きって言ったけど、毒沼の中ではなかったか。毒沼を越えた先か。おお、もうないぞ。土地がないぞ。奥の方に宿り木が見えましたけど、なに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 、え、この辺じゃなかったっけ。え、ちょっと待って、そっか、ここ旋回してるんだ、ここにあるんだよっていう。お、時空の裂け目パイセンが、おー、すげー、本当に裂けてる。避けるチーズ的なノリで、避ける時空的な、避ける時空、入ってみてえなー、入ってみてえなー。これ夢ありすぎだろ、ほんと。探してえわ、時空の裂け目とか。主人公のデーモンスピアかっこいいですね。あ、出た、この暗いやつ。これ確かさ、暗い時にしか取れないアイテムとかってなかった、ないっけ、どうだったっけ。あ、そもそも宝箱は消えてますね。じゃあ大丈夫だね。これって何度も来れるような場所じゃなかったはずなんだよね。あ、でもあれ宝箱じゃない？違う？あ、違うか。毒のエフェクトだった。あ、メタルスライムいる。あ、メタルスライムなんか本当に。わかんないよね。白黒になっちゃったから。モノクロになっちゃったからな。ドラクエ、このモノクロシーンってちょっとあれなんじゃないかな。トラウマな方も結構多いんじゃないかなって思うかもしれないんだけど、自分的ドラクエのトラウマはね、ドラクエ7のね、あ、やべ、街の名前が出てこない。これ BGM が流れてるじゃないですか。無音になる瞬間があるの、サイレントになる瞬間があるんですよね。それが本当に鳥肌がもんだった。なんだったかな、名称が出てこないな。時計塔のある街なんですけどね。あれは怖かったな。
そうそうなホラーとかじゃビビらないんですけどね。あれは本当に怖かった。無音っていう怖さはね、本当に思い知らされたね、あの時。見えないより、もしかしたら、サイレントの方が怖いかもしれない、自分は。そっちに恐怖を感じるかもしれない。さあ、着きましたね。これはなんて言えばいいんだろうね。まあ、闇のレティシア的な感じで表現するとかっこいいのかな。なんだあいつら、派手派手の変な姿だ。まさかレティスの仲間なのか。ちょっと待て、よく見ろよ。確かに変な姿に見えるけど、レティスとは似ても似つかないぞ。どっちかというと人間っぽい姿じゃないか。うん、ちょっと奇妙だが人間みたいだ。人間だって？でもあんな色がついた姿してるのレティスくらいしか。なあ、とにかく危険はなさそうだから下手に刺激しない方がいい。お前は長老を呼んでくるんだ。うん、わかった。かなり異質な存在として扱われてますね。ただ色があるっていうだけで。火は灯ってるけど色はちゃんとあるよな。おお、その姿、おもしや。長老さんは感づくんですね、この時点で。お主たちはひょっとして世界の破れ目を通ってこちらへ来た光の世界の住人ではないのかね。やはりそうじゃったか。ならば今この時お主たちが来たのは天の意志なのかもしれんな。うん、お主たちに話したいことがあるのじゃ。後ほどわしの家まで来てほしい。それさえ約束してくれたら、あとは好きに村の中を見てもらっても構わんぞ。では待っておるからな。わしの家は一番大きい建物じゃから、すぐにわかるじゃろう。ありがとうございます。レティシアの民よ、この者たちは我らに危害を加えるようなものではない。落ち着いていつも通りにしておれ。できる長老さんって感じするよな。これどうなんだろう、リンクしてるのかな。なんかリンクしてるっぽいですね。もしリンクしてるなら壺の中調べる必要はなくなるんだけど。あ、リンクしてない。じゃあ、あ、やんなきゃダメだ探索。じゃあまあ探索は裏でやるとして、先に長老の話を聞こう。多分3分くらいで済むと思うから。もっとかかったりしてな。どうも。よう来なさった。村の様子を見たであろうならば、早速本題に入るとしよう。この村の荒れ果てた様子、それをやったのがレティスであることはすでに聞いておる。あ、ごめん、村の話は聞いてこなかった。しかしわしにはどうしてもレティスがそれを望んでしたと思えない。レティスが崇められてきたのはただその姿の優美さゆえだけではない。彼の身長が人の味方であるゆえなのじゃ。そこで頼みがある。お主たちにはこの村を襲ってきた真意を問うてもらいたい。わしはお主たちが光の世界からこの地に迷い込んできたことを偶然とは思っていない。かつて二つの世界を自由に飛び越えたというレティスの力、それがお主たちを呼んだのではないか。なればレティスにはお主たちを呼び寄せたわけがあるはずじゃ。きっとお主たちならば真実を語ろう。身勝手な願いだと思うが、村人とレティスが戦うことになってしまうので、そうならんうちに何とかしてレティスの真を確かめたいのじゃと。なるほどね、やるしかないですねこれはね。レティスの姿は草原に置かれているレティスの宿り木じゃないね、泊まり木だったね、ごめんごめん。大岩のあたりでよく見かけられる。はい、とりあえずそこに行って。はい、了解しました。よかった。おじいちゃん、ちょっと語りがね、ゆっくりすぎるからね。困るんだよね。助かりましたね。
かなりかいつまんで自分が要約するような形で喋っちゃったけど、全然かいつまんではなかったか。竜の鱗。じゃあ探索はそれなりに、裏でやっておきます。怖えな。神父さんの黒いのちょっと怖いな。ゾンビ見て。では、まあ多分変えるもんとか変わんないはずだから、あ、多少ちょっと違うのかなっていうのはあるかもしれないけど。装備は大して変わらないと思います。私の姿は見えますか？よかった。私も色がなくなっていたらどうしようかと思いました。闇の世界とはただ暗いだけの場所と思っていたけど、本当は色のない不思議な世界だったのね。なんだか寂しい感じがするけど、住んでいる人からすると私たちの方がカラフルすぎて騒がしいのかしら。闇の世界もロマンティックだけど、やっぱりミーティアは元の世界の方が好きです。だって暗いところは少し怖いもの。でもあなたが一緒ならへっちゃらよ。頼りにしてますからね、私のこの衛兵さん。